労働時間の短縮、ワークライフバランスの充実、有給休暇の義務化、日本のワークスタイルが転換期を迎えている今、企業は働き方の新しいスタイルをさまざまな形で導入し始めています。山口県防府市、ここにコロナ対策から新たな働き方に挑戦する企業があります。株式会社三友は1947年に創業した、地域の暮らしと環境を支える総合企業です。旧三井物産防府事務所が前身であり、当時は戦後の復興支援にて土木建築資材等を中心に取り扱っていました。現在はのり面等専門工事、土木資材販売、設計提案を行う建材事業部、基礎、壁、床等専門工事をする建築資材事業部、 LP ガス、関連機器販売、住宅リフォームなどを行う物資事業部、情報機器販売、システム開発、オフィス重機販売を行う情報システム事業部、さらにモバイルシステム事業部ではドコモショップを運営しています。以上のような5事業部にて、地域のより幸せな生活と環境を作るため多角的な業務展開を行っています。それでは働き方の新しいスタイルについて聞いてみましょう。新しい仕事の取り組み方として、出勤時の自動検温器での検温をはじめ、マスクチェックや感染者が急増した場合の出勤方法の策定、営業訪問や来訪者のルール作成を最初に行いました。飛沫対策、消毒用アルコールやマスクの完備についても比較的早い段階から危機感を持ち取り組んでいました。またテレワークを行える環境も整え、現在は東京、広島の社員が中心に活用しており、本社においても BCP 対策として準備しています。その他各社員の生活環境も変化すると考え、勤務場所や昼休み休憩の延長など勤務時間も柔軟に変化させてきました。三井なる営業所との会議等はリモートで行える環境が整備され、社内外の打ち合わせも感染リスクなく行えるようになりました。一番のメリットは移動時間の削減でしたが、このような環境が整うと自然と紙の媒体も少なくなり、よりエコで生産性の高い仕事に近づいているように感じています。情報システム事業部とモバイルシステム事業部では、各企業様に合うリモートワークの形をご提案しています。お客様も対応が手探りの中、ご一緒に悩みながら国内外のさまざまな事例からご提案を行う必要があり、とても幅広い知識が必要で大変でした。一方で物資事業部では、 LP ガスのお客様でもある飲食店様が始められたテイクアウト事業にご協力する企画を打ち出すなど、地域企業へのご支援のような取り組みも生まれました。非常に不確実性が高い環境下のため、判断しにくいのが現実ですが、一つ目に今私たちにできる取り組みをお客様にご提案、ご提供していくこと、二つ目に環境変化に対して組織の柔軟性を高めること、三つ目にコロナ後の社会の形を見据え、その環境に適応する準備を行うこと、この3点を単純に追求していきたいと考えています。地域のより幸せな生活と環境を作るため、今後も先端で最適な提案をお客様にお届けしてまいります。柔軟に環境の変化に適応することをやめなければ、苦しい環境の中でも新しいサービスや働き方がきっと見えてくるはずです。